い、こんにちは、こんばんは、ゲル動画のこうです。サッカークラブ育成シミュレーションポチョビットアを始めていきましょう。今回は5位、筑波ダガマです。能力見ていきましょう。相当強いです。ただしね、ディフェンダーのうち3人が赤になってます。今赤はちょっと辛いよね。フォワードの中がアッカーが赤ですし、中一番能力あると思われる中野も黄色ですからね。どれぐらいの戦力が出てくるか、無理して出すのか。次回はですね、移動日ですからね、無理して出してくる可能性がある。無理して出すとケアしやすくなりますからね。もちろんこちらはフルメンバーです。7個がいいですよね。このゲームなんか中段が疲れやすい。中段を中心に育てていくべきだと思います。好きであってるし、ここにトマトを入れてあるだけにしよう。頭出てきましたね。そんなに強い感じがしない。カワシママゼラ、防御力がやっぱり強いですね。スタミナの弱さがどう影響するか。筑波がホームです。アウェイにもかかわらずやや上回ってますね。勝率はここを勝って優勝に前進したいところです。今2位ですよね、僅差で。これが20戦目。いよいよリーグ戦も大詰めです。早くもアバーライ、早くクリア。左に振った、すごいな、マロカ。相手に取られてしまいます。7個先制、やりました。強い守備をかいくぐって先制を決めました。早くからリオがうまいですね。7個を決めました。ミッドフィルダー同士のコンビですね、コンビネーションです。ピンチを早く迎える。これをいただきます。今度は逆サイドへ、緑オフサイドか。この場合はなるほど、オフサイドの選手がいた時からところからの関節フリーキックなんですね。スーパープレイ出るか、見よう。上げた、くるみだ、これもオフサイド。
キーパー松、相手のキーパー松原です。では夏希が直接キャッチ。まあ、取られてしまいます。ピンチです。ボールが速い。もういないっす。さあ、前半もほとんど時間がない。ここで前半終了です。緑がちょっと疲れてますね。まあでも、ここよりは中盤の強化ですね。まどかです。まどかがちょっと疲れている。さあ、月を投入かな。中盤の強化が大事になってきます。直接シュート。さあ、ここの対応力だが門内に渡ってしまった。中盤の効果かな。幸子か。2人目をミッドフィルダーです。ボール取られるところが多くなりましたね。え、なんで？さあ、これで交代枠を使い切ります。残り26分。さつきに渡ったがあっさりカイドを取られてしまう。ここら辺のラメルがまだ元気。キーパーチャージングしてきます。さあ、追加点が欲しい。いかない。裏を固めます。中野。さあ、ここは真奈美が取りました。そのこぼれ球を真奈美がキャッチしたっていうような感じですね。くるみ、追加点はならず。この辺は相手の防御の硬さが。夏希が直接キャッチ。夏希をキーパーとしては優秀さが分かります。おっと、逆サイドへ。ここに待っていたのは幸子。さあ、誰も飛び込めない。試合終了ですね。勝ちました、クラワンカリバーズ。先制オーレ、これが唯一の得点、決勝点となります。ミオと7個のコンビネーション。女子選手限定でやってると入れ替わりがね、厳しいですね。選手の入れ替わりが選択肢がなくなるわけですからね。1対0で勝ちました。まあ、勝てたってことはいいんじゃないでしょうか。ボールの支配率も我々の方が高い。まあ、強豪チームですが勝つことできました。これで再び首位です。2点差、あと2試合ですからね。このまま守りきって優勝したいと思います。
ゴールが本当強いな。緑が気になるのは、緑があんまりシュート決められなくなってるんですよね。その割にアシスト数も少ないし。問題ですね。で、アスカディア7が2回戦です。どんな相手なんでしょうか。まあ、多少強くはなってますけどね。まあ、勝たないといけない相手だと思います。まあこれは休ます。休みましょう。練習試合はせずに。はい、ということで当日のシュートになります。疲れはどうかな。疲れは誰も溜まってない。だいぶ増えてきましたね。これならいけるんじゃないでしょうか。では今回の特訓ですね。急に新設したミオがいい仕事しました。ミオを鍛えてあげましょう。アロマテアリースペシャルメニューキラーパス。カルメン、チェイシング、マスターキング。はい、ということで、ジャパンカップ2回戦ということで、アスカディア7戦です。しっかり勝っていきたいと思います。まだまだカルチョビッターのシリーズを続けますので、今後とも応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。これまでのカルチョビットアーの記録ですね、プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見て、できればツイッターの登録もお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。